皆さんこんにちは、よろしくお願いします。本日は指導論です。テーマとしては2つのデモンストレーションです。で、デモンストレーション2つありまして、でその話を行く前にスキルの獲得ってどういうことっていうところを考えていきたいと思います。でスキルを獲得する、まあ例えばシュートの技術、パスの技術、ドリブルの技術、こういった、いろんな技術を獲得するためにはどうしたらいいんだろう、もしくは、その技術だけじゃなくて判断だったり、まあ、コミュニケーション、どんな言葉を喋ればいいんだろう、どんな判断をすればいいんだろう、まあ、こういった、スキルの獲得についても、どんな流れでいくのかなというのをまず最初に考えていきたいと思います。で、最初はやっぱりこの認知から始まって、でその認知を実行してそれを連動させるという流れかなと考えます。でどういうことかっていうと、例えばまあボールを蹴る、インステップで蹴るって言った時には足の甲にボールのここの中心を当てるということをまず知らないとできないわけですね。まずそれを認知する、認知した後にそれを練習する、実行することによって、まあボールを蹴れるようになっていく。でそのボールを蹴れるようになった後、実際のゲームで使える、スキルにするためには、相手のいる中でどうやって蹴っていこうとか、動いているボールに対してどうやって蹴っていこう、もしくは足はわかるんだけども上半身どうしよう、手をどうしよう、こういったものが全て連動することによって、競技の中でのスキルになっていくという流れだと思います。でその認知をするために、コーチがどういったことをしていくかっていうと、この2つだと思います。言語化と、見える化です。で言語化っていうのは、例えば足の甲にボールの真ん中を当てるんだよ、これが言語化されている。まあ僕ら普通に普段プレイヤーとしてやるときには、そんなこと何も考えずに足を、まあシュート打つんだ、インステップで打つんだっていうイメージになれば、そのままバンって蹴れるんですけども、初めてボールを蹴る子に対しては、足の甲に対してボールを当てるんだよという言葉にして伝えてあげることによって、相手が理解できるというのがまず1点目。で、もう一つは見える化ですよね。まあ、言葉で言われてもよくわからないってことがやっぱりあるので、それをじゃあ実際に目で見て、あ、なるほど、そういうことなのねというふうにわかるっていうのが見える化です。この言語化と見える化を二つ組み合わせることによって選手が認知しやすくなるし、認知することによって初めて実行に移せるというものだと思います。で、その見える化の方ですね。見える化の方としては、デモンストレーション、今回テーマとして2つというお話をしていますが、1つは説明デモンストレーションです。まあ、例えば練習しましょうっていう時に、練習の仕方がまずわからないので、多分言葉でこういうルールだよって言って、理解できる言語能力の高い選手だけならいいんですけども、実際にじゃあ練習する前にこんな感じでゆっくりやってみてねっていう風にやることによって、その練習の仕方がわかるっていうのは説明デモンストレーションです。ここは、ぜひやった方が、練習の、成果が上がりやすい。早めに効果が出やすいと思います。で、この次ですね。練習やってる中でどうもうまくいかないっていうところだったり、もっとこうすればいいのにっていうところを、やっぱり言葉でコーチが言っても、選手としては、いや、そうやってるつもりなんだけどな、っていうことがやっぱ多いと思います。で、その時に一回止めて、指導デモンストレーションを入れるというのが効果的です。コーチがそこでデモンストレーションを見せることによって、選手が目で見て、あ、なるほど、そういうことだったのかってことが分かるというのが指導デモンストレーションです。で、コーチの役割っていうのはいくつかあって、まあ、練習メニューを考えるとか、まあ、試合にどういうふうに臨んでいく、まあ、ポジションを考える、スターティングメンバーを考えるとかもありますし、チームマネジメントをしていく、チームを助けてくれる人たちに対して、まあ、どんなこう、話をしていこうかっていうのもありますし、で、それ以外にもデモンストレーターっていうのもコーチの役割の一つだと思います。で、選手よりも明らかに自分の方が、スキル的に高いのであれば、どんどんデモンストレーションをやった方がいいと思います。で、そのデモンストレーションをやることによって、まあ、心理学的なことまでモデリングなんていう表現がありますけども、やっぱコーチかっこいいな、憧れるな、ああなりたいなって思ってもらえるもらえるほど、コーチからの言葉が響くようになりますし、やっぱそういう意味でもかっこいい姿っていうのは見せるべきだと思います。で、このモデリングが進んでいくとどうなるかっていうと、コーチのやってること、良いことも悪いことも真似しようとしてしまうので、その意味でコーチとしては、グッドスタンダードにならなくちゃいけないってことが付随してついてくるということになります。なので僕らコーチとしては普段の身なりだったりもしっかりしなくちゃいけないし、礼儀だったり、まあ挨拶だったり、そういうこともしっかりやらなくちゃいけないと思います。
で、例えば、まあ、デモンストレーションが、まあ、自分が、まあ、選手よりも上手くないっていうパターン、もしくは、お父さんコーチとして、初めてサッカー未経験だけども、コーチやってますっていう方の場合は、そのデモンストレーションできないから、恥ずかしいからやらないっていうのは、ちょっともったいなくって、であれば、自分がやる必要はなくて、デモンストレーターは別に用意すればいいんですね。で、まあ、コーチが何人かいる場合は、上手なコーチにやってもらえばいいですし、それ以外にでも、まあ、選手にやってもらえばいいと思います。まあ、例えばその練習の中で、この子うまくいってんだけど、他の子うまくいってないなとか、まあ、うまくいってない子に見せたいなっていう時には一回止めて、で、このうまい子を呼んで、その子にちょっと見本見してもらおう。で、あの子のあそこうまかったよねっていうことによって、デモンストレーションが成り立つと思います。で、この場合、双方向での刺激を与えられるかなと思います。そのいい選手ってね、やっぱり、自分が褒められたと思うから、やっぱり伸びるし、まあ、その以外の子もその子を真似しようと思うかもしれない。で、褒められたっていう子はそれよりももっともっと褒められたいと思って、もっともっと伸びる可能性も出てくるし、まあ、それ以外の子たちは、自分が次は選ばれたいなっていう気持ちになるかもしれない。この辺はコーチの言葉の、使い方で、コントロールができる部分なのかなと思います。ということで今日は2つのデモンストレーションについてお話しいたしました。上手にデモンストレーションを組み合わせることによって効率のいい練習をやってきたらなと思います。それではまた。最後まで見ていただきましてありがとうございます。よければチャンネル登録、いいねボタンお願いします。動画作りの励みになります。また、コメント欄に、質問だったり、リクエストだったり、こんなことを聞いてみたいなってことをぜひぜひたくさん書き込んでください。動画作りのネタにします。それでは、またお願いします。